水野忠正元禄七年七月六日は、江戸時代の旗本。信の国松本藩初代藩主、水野忠清の四男。母は側室。二代藩主、水野忠色職の弟。妻は、土屋と品尾の娘。陽名は長吉、通称はゴンベ官位は、十五位下、巣を守る。官営十八年、徳川家綱月の故障となる。 慶安三年には、西の丸の勝頭に天任し林米五百票を与えられ、儀式の際に、不意の着用を許される。明暦三年古承組番頭となり、十五一下に任官し、須を守るを名乗る。万事二年に、兄の昼食から田原米五千国を分置され、漢文四年同国筑馬軍二千二百国、安住軍二千八百国に、返地となる。文元年に、 書院番頭、漢文4年に大番頭となるが、漢文11年9月、国書院への出業がたびたび遅れる件について、改善を促されたが聞かず、発言も不損であるとして、大番頭を解任させられ、閉門となった。漢文12年12月、赦免されて、寄り合いに列する。遠方6年、大番頭に復帰。天年には、幕府から丹波国上に国をされ、 治行が七千国となる。元禄五年には奥詰めに任せられる。元禄七年に江戸で没し,し、小石川源通院に葬られる。長男の水野忠隆が家督を相続する。ありがとうございます。